皆さん、こんにちは。放送作家であり、お笑いトリオ森三中の大島美幸さんの夫としても知られる鈴木おさむさん、2023年10月12日自身の SNS を更新し、2024年3月31日で放送作家業と脚本業から退くことを発表しました。2023年10月12日今日はご報告がありますと書き出した鈴木おさむさんは、僕は1992年2月から放送作家というお仕事を始めさせていただき、今年で32年放送作家に加えて脚本業もさせていただいてきましたが、来年2024年3月31日で32年やってきた放送作家業を辞めることにしました。脚本業も辞めますと報告しました。9月には自身のインスタグラムで体調不良で数週間入院していたことを明かしていた鈴木おさむさん。また最近ではジャニーズとの問題についても言われていますが、引退する理由は何なのでしょうか。今回は引退する理由について迫っていきます。1992年から放送作家として活動している鈴木おさむさん、引退の決断に至った経緯については、もともとは2019年、当時48歳の僕がいろいろ迷っている時に山下達郎さんのライブでラストステップという曲を聴き、その瞬間、50歳になったら辞めるという思いが頭にひらめきました。コロナ禍になり、辞めるという考えを一度胸の中にしまっていましたが、今年の春頃、辞めると決めました。夏には今日10月12日に報告させていただこうと決めましたと説明しています。そして、僕は19歳でこの世界に入りました。19歳の僕を師匠の前田翔平さんは受け止めてくれて、放送作家生活がスタートしました。目の前の大人に認められたくて必死でした。やり続けていたら、いろんな出会いがあって、20代からスマップとも仕事をさせてもらうことになり、とんでもないスピードで時間が流れていきましたと解雇しています。妻の大島さんとは2002年に結婚し、妊活を経て15年に第一子長男が誕生していますが、プライベートでも大学を辞めたり、父の商売がしんどいことに気づかずに無理して大学行かせてもらってたら、借金が1億円以上に膨らんでいて、それを返すことになったり、30歳の時に妻と出会い交際0日で結婚をしたり、その話がドラマになってしまったり、待望の子供を授かったけど残念な結果になり、調べてみたら自分が男性不妊だったり、妻が妊活休業してようやく子供を授かり、その後放送作家業を1年休んで育休したり、振り返ってみると、とても振り切った人生を生きてきたなと思っていますと振り返り、そして、でもある時自分の人生を俯瞰で見た時に、40代後半から面白く生きられてないなと思ってしまいました。ありがたいことに今もたくさんのお仕事をいただき、作り手としてはやりがいのあるお仕事ばかりです。ですが、ここ数年、作り手の前に人として振り切って生きれていないなという思いがずっとあり、もう一つ、スマップが解散してから自分の中で 120% の力が入りにくくなってしまったというのもあります。常に入っていた 120% の力が入らない時も出てきてしまったと率直な気持ちを記しています。辞めることを決断してから、長くお仕事をさせていただいた方に報告したそうで、今田耕司さんにこのことを伝えた時には、おさむくんのその後が楽しみですと力強い言葉をいただき、背中を押されました。皆さんには本当に本当に感謝していますと今田さんとの会話も明かし、僕が辞めることでたくさんの方にご迷惑をおかけしてしまうと思います、本当に申し訳なく思っておりますと謝罪。今後については、来年春からは若者たちを応援することができたらと思っております。現在51歳、今だったらまだ間に合う、まだ形になってはないですが、それをこれから本気でやってみたいと思っていますとしています。また妻大島さんの反応も明かし、妻は僕の選択を心から応援してくれています、
初めて話した時に、いいじゃん、と全力で言ってくれました。まさに親方、ドーンと構えています、と背中を押してくれたといい、今の仕事を辞めるということは、当然ながら、来年からは収入がとても減ります。でも、妻はある時言ってました。お金に執着するとそういう人生になるんだよな、と、その言葉を聞いて、ハッとしました。今までの人生で、僕は何かを手放した時に、大きく人生が変わり、別の大切な何かを手に入れています。だから今、放送作家という大切なものを、ここで手放すことをしてみようと思っています、と綴り、かつて放送作家を担当したフジテレビ系、スマップを解雇しながら、来年の春からは、これまでやれなかったことを、拾っていくかのように、やっていこうとも思っています、と決意し、肺の持病も抱えていますので、もっともっと体をいたわって生きていこうと思います。今、スマップの、ありがとう、を聞きながら、この文章を書いているのですが、歌詞がとても響きますね。でも、まだ半年あります。レギュラー番組は全力でやらせていただきます。新しいことにもこの半年で挑戦します。そして3月31日まで脚本、台本は書き続けます。120%、全力で放送作家をやりきります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました、と締めています。9月には、インスタグラムで、久々の体重報告92キロ台とし、92.8 キログラムと表示された体重計の写真を投稿。数週間、体調不良で入院してたら、退院時に、結構、痩せてしまい、と入院していたことを伝えて、病気的な痩せ方したので、なるべくお米を食べるようにしてたら、今度は結構太って95キロ台になったりして、いろいろ調整して92キロ台、と体重の変動を語っていた鈴木治さん。詳しい病状の名前や、詳細などには触れていませんが、肺の持病があることも明かしています。このことにより、鈴木治さんが肺がんであるという噂がささやかれるようになりましたが、特発性肺繊維症で、生存率が5年後に 30% とも言われる、難病指定の病気でした。しかし再検査をしたところ、結果的には異常なしとのことで、しかも何年間もあった、肺の影もすべてなくなっていたといいます。鈴木治さんは、特発性肺繊維症と診断されてから、仕事や自身のブログ、飲み会など、すべてをキャンセルして、半ば引きこもっていたようです。その結果、人間関係や仕事のストレスがなくなったことで、体が軽くなったといいます。これに関しては医者からも、不思議だ、と言われ、特発性肺繊維症だったかどうかも、今となってはわからないとのことです。ストレスと病気の関係は例ではないので、もしかしたら自己治癒したという可能性もあるのかもしれません。特発性肺繊維症で、5年後には死んでいるかもしれない。こんな精神状態になり、鈴木治さんは死というものを身近に感じるようになったといいます。そんな鈴木治さんですが、2022年12月に自身が書いた小説、2016-0118の中で、国民的アイドルグループであったスマップの謝罪台本を書いていたことを告白したことが大きな話題となりました。こちらの小説はサブタイトルにも「スマップの一番長い日」と記載されているように、2016年1月18日に行われたスマップの生放送で公開謝罪した時に起こった出来事を小説にしてあります。鈴木治さんは2016-0118の冒頭で、テレビ番組が作りたくて、この世界に入った自分が、人を笑わすために、そんな番組を作りたくてこの世界に入った自分が、その放送に作り手として参加していた、たくさんの人に涙を流させてしまった、あの放送に、今でもずっと胸に刺さっている、あの日に、僕は放送作家として、終わった、と綴られています。人を笑わせたくて放送作家になり、スマップの放送作家として、多くの方に笑いや笑顔を提供していたにもかかわらず、スマップのみならずファンや多くの方を悲しませるようなことを書いてしまったことに、苦しんでいたようです。
しかし鈴木治さんが小説2016-0118を公表したことで、事実上ジャニーズ事務所と対立することになってしまいます。なぜかというと、小説の中で鈴木治さんが用意した謝罪文を生前のメリー北川氏が直前でジャニーズ事務所の都合の良いように書き換えさせた事実なども記載されていたからです。当初は別の謝罪シナリオが用意されていたものの、土壇場になってこうメリー北川氏がひっくり返したことにも触れられているので、娘のジュリー氏の立場に立ってみれば、今になってなぜ暴露のような形を取るのかと激怒するのは当然だと思われます。小説を公表したことで、少なくとも鈴木治さんとジャニーズ事務所の間には亀裂が入ったことは明白であり、ジャニーズ関連の番組は今後担当できない可能性が出てきます。もしも鈴木治さんを放送作家として起用したテレビ局は、鈴木治さんに同調したと思われることでジャニーズ事務所との関係が悪くなるのを恐れる可能性があるからです。ではなぜそんなリスクを抱えてまで2016-0118を発表したのでしょうか。理由はいくつか考えることができます。まず一つ目に、ジャニー北川氏とメリー北川氏がいないことです。2016年頃のジャニー北川氏とメリー北川氏がいたジャニーズ事務所は、今よりさらにテレビ業界にとって大きな存在となる組織でした。ジャニーズ事務所に嫌われるということは多大な利益を損失する可能性があるため、わざわざ嫌われるようなことはしないはずです。それは放送作家も同じことです。そして小説内で公表されているように、鈴木治さんが用意した謝罪文を土壇場で変更させたのがメリー北川氏です。ジャニー北川氏、メリー北川氏の存在が大きかった当時は公表できなかった可能性が考えられます。そして2つ目に、ジャニーズ事務所の権力が弱くなっていることも考えられます。ジャニー北川氏、メリー北川氏亡き後、一人娘のジュリー氏が社長になりましたが、そこから目に見えてジャニーズ事務所内ではトラブルが多く、2022年に副社長として支えていたはずの滝沢秀明さんも突然退所、そしてキング&プリンスの3人も脱退退所騒動となりました。昔に比べて明らかにテレビ業界や週刊誌もジャニーズのスキャンダルを報じることが増えてきていて、ジャニーズ事務所の権力が弱くなってきているという可能性があります。さらにキング&プリンスの謝罪動画はスマップの謝罪放送と酷似していて、台本を読まされているようで本心で語っていないとファンの中では話題になっていました。キング&プリンスの謝罪動画を見て、過去に鈴木治さん自身が経験した作家としてやりたくなかったことを誰かがやらされているとジャニーズに嫌気がさして公表した可能性まで考えられます。こういった経緯もあって、もしかしたら鈴木治さんの中ではジャニーズ関連の仕事がなくなってもいいという覚悟ができたのかもしれません。いかがだったでしょうか。放送作家の引退を発表した鈴木治さん、今後はゆっくり過ごしてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。